始めようか。よし。君と一緒なら負けないよ。負けないよ。覚悟。
始めようか。覚悟を決めたよ。始めよう。決めよ。さあ、始めようか。君と一緒なら負けないよ。ここで決めない。君と一緒なら負けないよ。
覚悟を決めたよ。始めよう。よしよし、ここで決める。さあ始めようか。君と一緒だ。負けないよ。覚悟を決めたよ。始めよう。どうかな。さあ始めようか。君と一緒なら負けないよ。覚悟を決めたよ。始めよう。受けてみろ。今だ。覚悟を決めたよ。始めよう。やあ、どうかな。お前と一緒に行くぞ。君と一緒なら負けないよ。よっ。やるじゃないか。恐れ入ります。覚悟を決めたよ。始めよう。
Thank you.
よし、ここで決める。
今です。
出るよ。ドロシー、どう？いや、ドロシー。キリト？今日もいつものように。あ、いや、ドロシーが元気なさ。そうなのですか。何かあったのか。実は
暗黒騎士団でお世話になった方が。そうなのか。戦いで亡くなったわけでなく老衰です。近々葬儀が執り行われるのです。いけない理由があるんだな。その通りです。世話になったとは言い、召喚はその人から疎まれていた。ああ、直接言われたことはありません。ただですから召喚が葬儀に並ぶと。そんなこと言うなよ。え、ドロシーは世話になったんだろ。だったらお別れの。キリト、なんなら俺も葬儀に付き合うよ。ありがとうございその任務、拝命いたします。ごめん、遅れたか。何か…キリト、来てくれたんですね。召喚は、レクタの呪いなるもので、各地が混乱に…カーディナル、シャスタ、なんで…どうし…キリト、こたびの騒動は、お主の調査から魔獣やレクタの掛け帽子の撃破は、神殿を中心とする、つまりはその地の浄化ができる暗黒術、高度な術、それも広範囲で行わねばならん。確実性が求められる。そしてこの状態以上の解除、ドロシーしかおらん。無論わしが行くつもりじゃった。その召喚がその任務をやりたいと申してたので。カーディナル殿は人界の要、万が一のことがあっては、それは絶対に避けなくてはなりません。ならば暗黒騎士が動くのが定石という。でも俺も反対した。一人の力に頼る作戦は負担を減らすような作戦が必要だ。だがカーディナル、うむ、浄化や解除の術を、キリト、これはロニエとティーゼが持ち帰ってダークテリトリーに。浄化の逸話は少ない。ありったけの逸話を調べて、各地から高リソースになるものを集めてもらった。そして核となるものに、オブシディア城に保管されておった鉄血の時代集結の際に使用された戦機を組み込む。今より昔混乱していたダークテリトリーの時代を終わらせる戦いに使われたものだ。果たしてどんな人気になるか。システムコール。勝手に手のひらに。人気とは使い手を選ぶものなのじゃ、ドロシー。人気はお主を選んだ。どんな形になるか予想できんかったが、こうなったか。旗が人気。旗というものは様々な役目がある。核となったものは戦機じゃったが、何かの象徴のために、存在を示すために、あらゆる使い方をされる。和平の象徴となっているドロシーにふさわしい形を取ったと言えるな。名はそうじゃな、成功の旗とでもしておこうか。成功の旗、これが召喚の神器。ダークテリトリーで自身の存在証明に悩んでいた彼女にとって、その旗はまるで天からの贈り物のように見えたそうだ。嬉しそうに微笑む彼女を見たら、俺はもう何も言えなくなった。君に辛い思いをしてほしくないだなんて。天幕に戻るか。
リート、待って、待ってください。あ、もう出発するんですか、召喚。そんなつもりないよ。一旦施設団の拠点、ドロシーが手伝ってくれることも他のみんなに知らせ、あんまり走るなよ。キリト、怒ってますか？違うよ、怒ってない。海南のこともあった。俺たちゆっくり弔いもできてない。キリト、召喚がきっと、海南殿がいたらこう言います。ドロシーさん、頑張ってくださいね。暗黒、君にもこう言います。キリトさん、和平を成し遂げて私を儲け、怖いのは嫌です。守ってくださいね。キリト、召喚だってだからこそ誰かの役に立ちたい。海南殿、あんなに怖がりだったのに、戦場に現れ勇気があって献身的な人でした。キリト、召喚はみんなを守って、キリトも。キリト、君だって海南肩貸します。友達ですから。よし、もいや、ドロシー。あ、すみません。ですがこれも、に、いや、邪魔したのは俺の方だから。体力をつけるためには食べるのが一番です。いや、そうだな。でもキリト、カーディナル殿や他授かった人気、成功の、ああまだこの旗がどれほどの力を発揮する。ドロシー。何ですか、キリト。あまり無理しないでくれよ。ドロシーが倒れたら。あ、はい、分かっ、あ、じゃあ、いえ、気にしないでください。あ、サライじゃないか。ああ、キリトだ。へえ、お使いをしてたのか。うん、セルカのお手伝い。ドロシー、目が覚めたから栄養のあるお料理を食べ。あ、そうか、セルカの料理を手伝ってるんだな。平気、サライ頑張る。そうだな、サライたちが頑張っ、うん、昨日ね、ドロシーとカーディナルのところね。え、キリト、サライ。よかった。わかった、サライ。いや、シャスターじゃないか。おう、誰かと思えばキリ。何か考え事でもしていたのか。
そうだな。いくらベクタシンに操られていたとはいえ、お前たちには随分と迷惑。これではせっかくの和平も遠のいてしまう。でも仕方がないだろ。シャスターは何も…キリトよ。暗黒怪人でも人怪人でもないお前によ、お前の手によってもうあと…なんだ…だったら何も…まったくお前という…だがまだまだ問題は山積みだ。ドロシーのことも含めてこれからもよろしく頼む。お疲れ。はい、いい葬儀でした。そうだな。あれだけの暗黒騎士たちが参列して、召喚の母が亡くなった時、暗黒あくまで団内の召喚の存在は昔から…そうだったのか。もし仮に召喚が騎士団の皆は召喚のようなものを弔ってくれるでしょうか。なあドロシー。はい。あれはほ…よし、やっといい顔になったな。リアルワールドではこうやって落ち込んだ人間をゲ…ほんとほんと、おまじない。ほわぐらい。そうだよ、こうすると辛いことや…ドロシーはこれから俺たちみんな大勢の人と思い出を紡ぐんだ。そうだよ、だから今悩んでたって無意味。えかい。まいいが。どうだ。まだ少し引っ張られるよ。少しは元気出たか。そう言われてみれば。ああ、効果てきめんみたい。これはだろ。ぜひ他の人にも。聞かないこともあるからあんまり多用するなよ。はい、エルドリ。それはぜひやってみてほしい。はい、キリトから教わったといえばきっとよ。それはやめてくれ。なぜです？ あいつには多分聞かないから。そうですか。俺はリピアだ。
どうしたんだろう。声でもかけるか。いや、リピア、ちょっといいか。ああ。何か。そう。無理はし。さあね。そのことなら。そう。いいえ、あるわ。アナコトの。え、そうなの。もともと口数が少ないし、何かを言い、キリトの周りには女性。それは。ドロシーが同じ年頃の。な。そうね。あ、ドロシーをね。あ。誰？ご挨拶だな。先日のベクタシンとの戦いでは遅れをと。なんだその違う。怒ってな。本来ならばあのベクタシンのとどめを刺すのはこの私だった。へえ、そうだったのか。分かっている。だから貴様にその役を譲ってやったのだ。そうだな、エルドリエの腕前なら狙えるだろうさ。言っておくが。あ、そりゃ当然だ。キス。しくしょう。イスカーンだ。あ。見つかった。何ビビって逃げようとした。お前の機嫌がだと。一体何があったんだ。相談。相談か。正直ベクタシンに操られていたのは。おお、そうだ、そうに決まってる。俺がもっと強ければ。でもあれは仕方がなかったんじゃないか。いや違うね。第一キリト。それは確かにそうだけど。そうか、唐突だな。今後も何かと戦うことがあったら必ず。分かった、それは確かに心強いな。よし、約束したぜ。分かった。わ、キリト。いや、シェータ、お疲れだな。ええ。ん？何か。ベクタシンと戦った時のこと。まあ、シェータも協力して。そう。正直あなたほど活躍はでき。やっぱりベクタ。硬かった。ああ、シェータが納得するか。うん。どうかな。だからまだまだ固い相手。そうなのか。残念。ああ、最初は疲れているのかと。顔に出ていた。お礼を言われるほどのことは。あれ、シェータ。
よう、シロン。キリト、シノンがスーパーアカウントで再ログインしてくれてさ。そんな当たり前じゃない。それにこのアカウントだって少しでもキリトく。へえ、そ、あの、それで。そんな目を輝かせて聞いてこないでよ。確か比嘉さんから聞いたレクチャーによると、私のスーパーこの人気アニヒレートレイによる広範囲殲滅攻撃と。へえ、GGO で言うところの。そうね、私向きのアカウントってこと。それはチート。あとはどうした。ああ、いえ、何でもないわ。残りの能力。そうか。もちろん、私は一度敗れたけど、今度こそキリト。シノンは十分近い。任せて。こんにちは。ありがとうよ。いや、レンリー。ああ、キリト。の、随分と元気がいいな。ああ、実はこの前騎士長から褒められたんだ。へえ、ベルクーリさんが。ありがとう。もちろんこれまで以上に。ねえキリト、和平への道はなかなか大変だけ。あ、だったらこれまで以上に僕も頑張るよ。なあ、これまで以上に頼りにさせてもらう。うん、遠慮なく頼ってよ。僕の総翼人が。何言ってるんだ、もう十分にレンリは役立って。そうなのかな。レンリなら大丈夫さ。いや、ユキ。あ、キリト、どうかしたの？いや、ユキたちがこっちに来てから。お、なんだ、そんなこ。うん、でもキリトやアスナたちがアンドだから助けに行けるって聞いた時は嬉しかったな。そうだったのか。まあ僕だけじゃなく他のみんなも多分。ああ、菊岡さんの計らいでこんなにも心強い援軍。うん、何せ僕はアスナ。あ、そうそう、それだ。気になる気になる。しょうがないな、心して聞いてよね。僕のスーパーアカウントは献身。献身でしょ。能力は無制限切断って言って。なんという分かりやすい。ちょっとバカにしてるでしょ。まあ、アス。なるほどな。リズの化身イグニア、シリカの風神アエリア、それにアスナとシノン、リファがそれぞれ。すごいな、目が。うん、僕もこの世界のことは気になってるから。あ、いや、リルピリン。キリト、どうしたんだ。何。いや、ただ、さっきの戦でたくさんの犠牲が出た。リルピリン、長には幼い頃から一緒だったや。あ、そうか。ああ、とても辛い。俺は族長として成し遂げねばなら。リルピリン、もう少しでこの世界は大きく変わる。そうか。ああ、もちろんキリト。人海人も暗黒海人も。ああ、
誰かと思えばキリトじゃない。イーリス、何かあったのか？そうね。ああ、とっても大変なことが起きているわ。緊急。なんだって？ええ、本当よ。確かにその通りだ。でしょ？だからまだまだ気が抜けないし。あ？だから私だけじゃなく、アリスも気を。あの子が暗黒界のことで気を病んで平穏は訪れない。そうなのよ。アリスに万が一のことがあったらって思うと、もしもあの子に何かがあれば、私が絶対。わかった。イーリスが。あら、そう？理解してもらえて。とにかくこれからも引き続き。ええ、それはもちろん。フザ、あの、うん、な、あ、ま、まったく神出鬼没すぎるな。ひょっとしなくとも。だが、あ、そこにいたのか。一体なぜ、そ、なんでって、そんなに不思議か。仲間です。そうだよ、ベクタシンを倒すために共闘しただろ。ほう、それは何せ我々熟考でさえ表向き。でも我々暗殺者ギルドは表には出てこない。裏側の結果としてどうであれ、表側の。ああ、あったなんだかんだと。あの、D.I.L. 誰かと思えば。いや、そういうわけじゃ。何もそこまで警戒しなくてもいいでしょ。あのベクタを名乗る男に従っていたのは事実。ああ、分かっている。ただ。はあ？心配。そうだ。お前はよほどのお人よしね、キリト。俺はもう D.I.L. のことな。笑わせないで。私は単に利害が一致したから協力しているに過ぎない。慣れ合うつもりはこれ。いいさ、それでも。よまいごと。ベクタの洗脳が解けた後も D.I.L. が危機として切りかかってきたことは覚えているさ。けれどもそのだから信じている。いつかは分かり。そんなことがあった。D.I.L. 信じたければ好きになさい。ああ、これからも。